ランディビジオは、フランス、ブルターニュ地域県、フィニステール県のコミューン。毎年セリーチが開催される、ブルトン馬の歴史的な中心地である。県北部、RN12 号線沿いにある。ブレストより 25km、サンブリューより 100km 離れている。ランディビジア社は、ブルトン語で、異様を意味するラン、そしてグイジアをという性の原点である性、デビジオからなる。名前は、 中世からフランス革命から存在していた修道会の定住地を原点とするプルグルベスト教区の管内にあるタンナル賞教区であった1292年には名前がランドビジオ1309年にはランディビジアオと記されていた朝織物製造の一大中心地にあったため16世紀から17世紀までのランディビジオは非常に繁栄した 19世紀の重要な産業は性格業であった。1944年7月24日、連合国側の飛行機が爆撃や機銃装車をランディビジオ駅に対して行った。近接する建物数箇所が損傷を受けた。君寮の鉄道高架橋も同じ日に攻撃された。翌日の7月25日、駅は再び機銃装車され、貨物用機関車が 使用不能になった。1963年より、ランディビジオ海軍航空基地の建設が始まり、1965年より運用が開始された。2011年12月、コミューンは、コンバインドサイクル発電所計画を臨時議会で提出した。計画の一部は、電力会社ダイレクト、エナージーとブルターニュ地域圏の指示を受けて、中央政府が支援しており、 このことが多くの住民の反応を引き起こした。ガスパーやいくつかの住民団体が計画への非難を表明した。2007年の新学期、コミューンの児童のうち8.8%が二言語教育を行う小学校に在籍していた。2012年9月、ディワン学校が開校した。ランディビジオの人口増減グラフ参照元1999年までイス、 2000年以降は NSEE ありがとうございます。